おはようございます。おはようございます。第8回になりました。青梅リバークリーマラソンご参加いただきまして本当にありがとうございます。2010年に、まあ、ラフティングきっかけで引っ越しをしてきて、地域の方に受け入れられるっていうことがすごく課題だなっていうふうに思ってました。2019年に台風19号っていうのがあって、多摩川の御岳渓谷っていう橋が流されたりとか大変だったんですけど、その時に御岳カップというラフティング大会を予定していて、もう大会を中止にしてみんなでリバークリーンしたんですけど、その時にその人と人がつながるとか、あと地域の方に喜んでもらえるとか応援してもらえるってことがすごく強く感じれたので、それをきっかけに何か楽しめるような形でできないかっていうのが始めたのがリバークリーマラソンで、どん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 その輪が広がってるっていう感覚はあります。重いんですよ。めっちゃ楽しかったです。なんかラフティング初めて挑戦したんですけど、やっぱり水を漕ぐというか、全身を使って前に進めるっていうこと自体がすごく楽しくて、最初は緊張してたんですけど、いざ始めてみるとかなり楽しいスポーツでした。去年も出てるんですけど、はい、みんなで協力しながらゴミ拾えたのでめっちゃ楽しかったです。ラフティングっていうアクティビティとそのゴミ拾いっていうのを掛け合わせたイベントっていうのが新しいなと思って参加していました。ラフティングっていうものをほとんど経験したことがない中だったんで、とっても楽しい体験でした。ゲーム感覚でゴミ拾いもできて楽しかったです。もう4回くらい出てるかもしれませんね。毎回ね、あれなんですよ、違う人を連れてくるのが楽しくて、今回は登山仲間で、でみんなで、こんな世界があったんだみたいな、楽しくって、しかも美味しいものもあって、それ楽しんでもらえるのが嬉しい。一番最初はですね、やっぱり台風19号の後だったので、ゴミも、まあ、川を下りながらあっちこっちに目につくぐらいたくさんゴミがあって、それがもうどん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 数が減ってきました。で、参加者の方も下りながらはゴミが見つからないみたいな、ゴミを探すのが大変みたいな感想があって、でちょっと寂しく感じる方もいたと思うんですけど、限りなくゼロに近いっていうところが求めたいゴールなので、その変化はすごく感じてますね。まあ自分たちはまず楽しく川ゴミを拾うとかでリバークリーンをしてるんですけど、今同じようにすごく大切だなっていうふうに思ってるのは、そもそもまあ捨てられないようにするっていうことかなっていうふうに思ってます。でほとんどの方にとっては川っていうのがやっぱり自分が活動する場所じゃないっていうか、すごく縁遠いものだなっていうふうに感じられている日本人の方っていう、まあ、多いと思うので、まずラフティングっていうのが楽しいスポーツ、それがきっかけで川っていうものを身近に感じたりとか、自分にとってすごく楽しめる場所だっていうふうに感じていただける、そんな方を増やしていきたいなっていうふうに思ってます。ラフティング